いわゆる髪が伸びる人形。不思議。大百科。コラボ。めっちゃ強そうやん。びっくりした。コラボ。一番強そう。一番強そうやん。びっくりした。びっくりしたわ。これやんちゃったかもしれない。ドキッとした今。すいません。びっくりした。出ちゃいました。多分今見てる人もドーンって来たから。本当ですか。ドーンって。すいません。もう何人かこう飛んでいっちゃいます。飛んでます。まあもうなんか申し訳ないです。いやいや本当あの前回ありがとうございます。とんでもないです。でねあの田中さん聞いたんですよ。この嵐ちゃんなんと、事物持ってるんですよ。そうです。来たで。だからもう。オカルトコレクターっていう名前はもう捨ててください。本当にあなたはハゲにしてください。どういうことや。別にええよハゲってこと。そのせいでええよ。ハゲます。いやええよ別に。言霊だ。うわ最悪や。ハゲますって言われたらハゲたらなんか腹立つわ。嫌ですね。ここからハゲます。嫌だな。嫌なハゲ方。嫌な子やね。前からとかやったらまだなんかあるけどね。でも田中さん前来てますもんね。あいや俺だからあのストッパーかけたから。ストッパーかけた。ストッパーかけられる。あの独自の、独自の薬を輸入して。独自の、はい、アメリカから怪しい、独自の調合で、なんとかピタッてやんねん。あ、やんだんや。んでるあ、すごいですね。一回もうびっくりしたで。冬というか、夏ぐらいになる犬ぐらい抜けたからな、なんか。髪の毛が、それなんでストレス。違う、遺伝やん。あ、もう普通に、普通に、あ、普通に抜けた。親父だって、つるびかハゲ丸くみたいだった。ああ、懐かしいね、またね。ふる、つるつるになってるけど、ハゲてたまるかっていう本読んでたからな。いや、もうハゲてるやんか、それ。ハゲてからな。ハゲてから読んでんの。もう遅いな。あ、遅いですね。すごい本読んでますね。まあ、そんなことはいいんですよ。しょうもない話ほんまにいらんから。本当にもうなんかね、話題がおならとかハゲとかもうなんか小学生なの。今はハゲもあかんからね。そうやよ、これあかんねん。センシティブな感じですね。見た目のこと言うあかんからね。あかんねんほんまに。あかんあかん。じゃあちょっとこれはやめて、駒井原さんの呪物の紹介をしてほしいんですよ。呪物は見たいよ。ぜひちょっと見ていただきたい。でその内容によってはもう本当にオカルトコレクターの名前をあなたは捨ててください。内容によっては。内容によっては。内容によっては。だからちょっと田中さんにジャッジしてほしいです。あ、そうですね。これはすごいとか、ちょっといろいろ感想も聞いて。内容によってはそれ、いや看板を下ろさない。内容によってはあのほらオカルト部さんの方で出したクマントーンをあなたはハゲてください。あ、そうです。あなたはハゲてください。いや、あかん言うたよ。言うたらあかん言うたよ。センシティブな。すぐハゲます。いや別にええよ、だから下げても。ええよ別に。それはそれで、それはそれで楽しく生きていくよ別に。ええねん。そう、じゃあちょっと見せていただいていいですか。じゃあもう早速見せて、エントリーナンバー1。エントリーナンバー1番。何個かあるってことですね。そうですね、結構複数ありまして、1番はどうしようかな、どれにしようかな。はい、1つ目こちらでございます。お、インディアン君みたいなね、モヒカン族。髪型がちょっとあれですよね。マッドマックス的な。今モヒカン族って言いましたからね。モヒカンにするインディアンでね。そうです。こちらも、はい、こちらですね。なんかね、ネットの方で購入したんですよね。はい、こちらはホラーテラドールという名前で確か出品されてたかなと思うんですけども、こちら出品者さんのその詳細みたいなのを読ませていただいたら、この子をすごい可愛がっていて、なんか飾ってたんですって、こういう風に立つように、そしたらこの人形が倒れるとしたら、例えばこうじゃないですか、こう多分倒れるんですけど、こういう状態で倒れていたそうなんですね。ほう、あ、横？横です、横に倒れていて、えと思って、ちょっとなんか怖いな、ずらしたりしたって聞いても、やっぱそういうこともなかったみたいなことをご家族が言っていて、じゃあ人形と人形の間に挟んでみようということで、人形で挟んでだそうなんですけど、物理的にも倒れない。そうです。そしたら次の日やっぱりこうなっていたんですって。やっぱり倒れる。それがちょっと怖くて、手元に置きたくないので今回出品しましたとのことだったんですけども、いかがですか。いや、雰囲気ありますね。なんか目が怖い。そうですよね。目動くんですけど、こうやって寝かせると目がつぶるようになっている。そうなんですね。ちょっと田中、
美容系 YouTuber みたいにちょっと紹介じゃあよろしくお願いします。美容系 YouTuber のね、はいはい、はい、ああ、でこれだけ小さくて、はい、あの倒したらこう目が閉じるの結構面白いですね、うん、珍しいような、うん、でもね、はい、なんかしっかりしてますよね、服とかも。そうなんです、うん、本当に革なんですよね、革、ね、なんかほんまにあれちゃん、インディアンの人が作ったんじゃないの。ああ、そういうものもなのかな。その背中に背負ってんのは弓ですね、多分弓矢の方かな。いや、これ絶対結構しっかりしたもんちゃう、うん、あのインディアンの人ら作りますからね、うんうん、あ、ご自分とかで、うんうんうんネックレスとかもしてたりして、なんとか族っていうやね、なんかちょっとでも本当に部族っぽいですよね、うん、ちゃんとそのあるかもしれないですよね、うん、うんうんうん、例えばその既製品のその人形があって、でそれにまあ服とか、うん、あの髪の毛とかをなんか付け足したというか作ったような感じしますよね、うんうんうん、でも俺はなんとなくやっぱこれ目つぶるから倒れるんじゃないの、目倒れたら目つぶるやんか、はい、つぶってません、ね、今ね、目つぶりたいんちゃう、寝たいとか、寝かしてたらどうなんやろね、起きるんじゃん、起きるのはめっちゃ怖いな。これはそれはそれはマジで怖いな。確かにオカルト部に来てからはこの子別に異変がなくて、うん、まあ確かにこういう保存の、うん、保存というか立つようにしてるんですけど、ね、立つにこうなんか挟んでますもんね。そうですそうです、けどやっぱりそうですね、特に置いたりしてもこう横に倒れることはなかったですけど、うん、その方も元でね眠りたかったのかななんて思ったりしますけど、いいですね、うん、はい、ありがとうございます。いいですよ、小林さん今ちょっと悔しがってますよ。ちょっといいな思ってますね。いいですね、いいですね、なかなか手には入んないですから、うん、いや、ありがとうございます。あ、どうでもないです、はい、この子が1個目です、ね、はい、はい、では続きまして、続きましてはこちらですね、よいしょ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 、はい、おお、こちら呪物っぽい、ザっていう感じじゃない、ザって感じですね、はい、この子はですね、オカルト部の視聴者さんから届いたものでございまして、はい、いわゆる髪が伸びる人形、うん、おー、お菊人形的な、そうです、はい、っていうお人形さんで、顔は結構白いんですけど、うん、ちょっとまだ汚れちゃってるんですけど、うんうん、手が真っ黒なんですよね。あ、いや、そう、それ不思議っすよね、うん、ちょっとごめんなさい、あの美容系 YouTuber みたいに、あ、私、OK です、お任せください、ちょっと美容系 YouTuber っぽく、こちらちょっと似てるんだよね、私に、本当は全然、顔と手の色が全然違いますよ、ね、そうなんですよ、へぇ、なんでなんやろ、なんで、そうなんですよ、でやっぱりオカルト部で観測したんですよね、うん、髪伸びてんのかなって、うん、ちょこっとだけ伸びてました、この子、あ、伸びてた、ちょこっとだけ、ほうほうほう、本当にちょこっとだけなんですけど、この子が伸びてて、いやちょっといいですか、はい、わ、これはいいですね、うん、いい顔してるわ、可愛いですよね、うん、うん、骨董商みたいに、これはいいですねってそれ言う人おったやん、なんかの鑑定団でいますやんか、確かにいいですねって、いい顔してるわその道の方その道の方なんですね、でもなんかあのザ・呪物って感じしますね、うん、そうなんですよ、だからこれね、髪の毛伸びるっていうあのいろんな説があるんですけど、はい、例えばなんか一本の髪の毛あるじゃないですか、はいはいはい、そこに置くの怖いそこに置くの怖いって、一本の髪の毛をこう一個、はい、ここの頭皮の穴に入れて、でもう一個の穴から出すんですよ、あ、お人形さんの髪の作りとしてですか、はい、なるほど、だからこう一本は引っ張ったらその伸びていく、伸びていくっていうのもあるけど、この子結構髪の長さが均等というか、あ、ほんまやね、そうなんですよ、なんでだからそれじゃない、うん、本当に何か意識を持ってよく伸びちゃってるのかな、これどの場面なの、やっぱ踊ってるところですかね、そうやな、うん、これだからシャナリシャナリって感じちゃう、あー、シャナリ、本当ですね、シャナリ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 ってね、シャナリシャナリです、あ、今シャナリが伝染しました、うん、みんなここから伝染してましたけど、うん、やっぱそういう感じ、踊ってる感じなんですかね、うん、ね、なんか持ってたかもしれないですね、うん、確かになんか楽しそうな感じはするけどね、うんうんうん、なんかでも手だけ黒いのはちょっと怖いな、気になりますよね、うんうん、はい、これが2点目になります、ありがとうございます、はい、次はですね、こちらでございます、ん、袋に入ってるんですけど、ちっちゃいですよね、ええ、え、
じゃあちょっと美容系 YouTuber 私がじゃあちょっとすいませんお邪魔してこちら、はい、ちょっとボケてるか心配ですけどこれ何ですかこれ。はい、こちらですね、はい、いわゆる惚れ薬ってやつです。あ、漏れますわそれは僕もらいます。それは僕はもらいます。いやいや、本当に本当に僕ももらう。それは僕買います。いくらで？あ、3000円です。ちっちゃ、これちっちゃ。あ、しぶってますね。3200円。セリ？セリ？35です。ってそういうものじゃないんですよ。違います。違います。ごめんなさい。言っちゃったんですけど、そうです。これ私がもうずっと持ってますけど。惚れ薬か。そうです。いろいろありますけどね。これどういった経緯、うん、はい、これはですね、これもですね、ネットの方で購入いたしまして、ね、はい、この中に液体が入ってるんですね。この液体、入ってますね。入ってる入ってる。これは飲む、まあ飲むわけじゃないんですよ、うん、これを例えば好きな人、うん、思い人に、うん、こうのものに染み込ませるんです。あ、はあ、それを気づかれなければ結ばれるっていう商品です。はいはいはい。でもあの魔術としては、はい、あのやり方はあるある。ちょっと呪いっぽいですね、やり方が。ちょっと怪しい。マジの、その呪いやで。呪いえ、じゃあその僕の服とかにつけてってこと、うん、あ、そうですそうです。でもそれはバレたらあかんね。そうです。あ、じゃあ、 あの帰るまでにバレないようにしまったんですか、ね、何でバレないように。あれ、これ私つけちゃっていいんですか。これ全然、はい、あ、いいんですか、はい、好きになるよ、ごめんなさい。え、あ、僕が好きになるの。そうですよ。すげえ、すげえ、欲しい。メタさんが米わらしちゃんに気づかれんようにつけなさい。そうなんですよ。ああ、そうか。私がゲタさんのこと好きにならないと言ってないから、うん、ゲタさんがだって米わらしちゃんのことを好きになったらもうキモいだけやん。そうやな。いや、ただのおっさんストーカーやん。そうやな。もともとがストーカーでやんか。え、うん、なんでやねん。なんでやねん。ストーカーでってなんやねん。聞いたことない。聞いたことない。職業なストーカーで。そうなんですよ。あ、でも確かになんか惚れ薬って聞いた時はええー、と思ったけど、うん、呪いっぽいわ。だってまあ呪いってマジないとも呼びますからね。確かに、ね、そうですね、うん、ホワイトマジックも呪いよ。ああ、そうですよね、うん、黒魔術の逆の方もね。そうなんです。確かこれも日本とかじゃなかったんですよね、うん、どこかの国のその使われているものとしてあるんですけど、うん、匂いを嗅いなんですけど、この中身、うん、ハーブっぽい匂いがするんですよね、うん、え、匂い嗅いでも大丈夫なんですか。それは私は大丈夫です。あ、自分で自分のやつだから。そうです、大丈夫。でもこれ、あ、小村さん試したんですか。いや、まだなんです。うわー、まだかいや、まだなんですよ。ちょっと試してほしいですよね。僕ね、でもね、これ僕ね、試してるやつ見たことあるんですよ、実は。すごい。僕も魔術をね、はい、ハマった時があって、はいはいはい、神戸にいた時、もう何年も前ですよ、うん、はい、何年も前にあのお見合いパーティーのバイトやってたことがあって。すごい。で、友達誘ったら友達がやってました。あの、その気に入った女性見つけて、お見合いパーティーで、で、ちょっとあの何かお飲みになりますかって言って、はい、それじゃあお茶みたいなんで、お茶取りに行った時にあの塗ってました、なんか。うわ、怖い怖い怖い。塗ってると思って。めっちゃ怖いやん。あ、怖い。それ効果はどうやったんですかね。いや、付き合ってたで、マジで。ええー。それの効果かどうか分からんけど、俺はでも見たからね。うわー、そう、すごい。いやいや、してないよって言ってたけど、うん、オイル買ったも知ってるし、うん、その時はね、カムトゥーミーっていうね、あの惚れ薬やったんですよ。へー。これでもあれですよ、その相手に気づかれないようにっていうのがなんかポイント、うん、そこポイントっすよね。そうですね、なんか漫画みたいになんか相手に飲ませてとか、うん、じゃない感じがすごいですよ、うん、でもちょっとやっぱハードル1個上がるやんか。高いですね、うん、見つからないんですよ、うん、でもそのハードルの高さがより効果の高さに比例する気しますよね、うん、そんな気はします。そうなんです、うん、これをちょっといくらだったかな、800円くらいで購入して。あ、安っ、安いな、安っ、買う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 よ。そんな、いや、これはもう私のものなんで買うよ。これ絶対使うんです、いつか絶対使ってやるからな。絶対使ってやるからな、絶対、うんうん、そうです、こういうものが、はあ、はい、いいですね、なんか、はい、いいですね、バラエティに飛んでて、はい、うん、あ、
あ、ちょっと触らないでいいって、ちょっと早く返してもほんまにちょっと、いや、取られますよ、取られちゃいます、取られちゃいます、え、取らないですよ、取らない、飲んだろうかな、でも自分で飲んじゃうんですか、染み込ませるとかじゃなくて毒ですよ、多分ありがとうございます、ありがとうございます、はい、これが3つ目で、すごい、いや、面白い、いっぱい持ってる、すごい、そうなんですよ、あ、でも次が最後になりますね、はい、はい、こちら、あ、ぽいわ、うん、はい、こちらのお人形さんなんですけど、はい、先ほどですね、うん、あの視聴者さんから送っていただいた、うん、あの品物があったと思うんですけども、うん、その子と一緒に送られてきました、はあ、ほう、はい、この子もまた髪が伸びると言われているお人形さんでございます、はい、これ、それ結構伸びてるってこと、めっちゃ伸びてます、うん、あの、私たちもその見た時も、うん、もともと長かったんですよ、はい、これマジで伸びてて、いや、だから確かに伸びてそうやもんね、このドレスの下、先、はい、下の方が見えてたんですよ、確か、あー、お尻のあたりが、お尻のあたり見えてたんですけど、うん、もうすごい伸びちゃって、めっちゃ伸びてるやん、めっちゃ伸びてんの、そうなんですよ、この子の方がすごい髪伸びてて、もう1センチと1ヶ月で1センチぐらい伸びてるんですよ、でちょっと思い出したことがあるんですけど、うん、オカルトルで、ミキダイユンさんに、あ、はいはい、お伺いしたときに、はい、この子の人形もね、持ってったんですよ、うん、この子とこの子の人形さんを、そしたら黒いのは何かが入り込んでしまっている、こびりついてしまっているから黒くなっていくんだよってお話をされてたんですけど、うん、あ、もう黒い、あ、さっきのか、さっきのこの手、あ、手黒いですよね、そうなんです、あ、もうちょっと多分色が明るかったと思うんですよ、でもなんか色似てる、うん、日焼けしちゃって、いや、数珠とかでもね、くすん、こう黒くなっていくから、うんうん、そういうことなんかな、うん、その可能性もあると思います、なんか悪いものを吸収してはぁっていうので、こう黒くなったみたいな、小村さん、なんか日焼けしました、なんか黒くなっていってんじゃん、最近焼けたんですよね、私、そう、もうだって、小村さん、ベスト白かったねあ、このベストね、あれ今日着た時、純白やった気がするんですよ知らない間に多分、なんか吸っちゃってると思います、うん、いやでもそんなに伸びるってすごいですね、そうなんですよ、そうなんです、もっと本当にすごいです、この子たちは多分なんかオカルトコレクターなんとかっていう人がいるんですけど、誰だろう、多分その人の持ってるやつよりもすごいと思いますよ、その人そんな髪の毛伸びるとか持ってないんで、あ、そうなんですか、ね、あれね、全部嘘って言ってましたえ、それ田中が聞いたらどう言うかなっていう聞いたらどうなるかなって田中はどう思うかな、田中はどう思うかな気になりますけど、こちらはどうですか、これ、いや、すごいこれ、いや、なんかこの子はちょっと雰囲気あるな、そうなんです、これ、なんか僕のところにも送ってくれる人いるんですよ、はいはいはい、で、これあるあるなんかわかんないですけど、送ったらこっちの怪現象がやみましたっていう、あ、そうなんですよ、ね、やっぱいますいますいます、さっきね、それこそこの子ですよね、ホラテラドルは多分結構この子がいなくなっを他の部屋に置いたら大丈夫だったみたいな、その、うん、なんていうんだろう、倒れなかったみたいなことを言ってたと、うん、言ってたんですね、だからやっぱり何かを持ってるものなんだと思うんですよ、この子たちは、米わらしさんは何もないなーいですか、ね、まあでもそっか、家には置いてないですね、家に置いてみたらどうですか、いやでももう家族にあれ、うん、もう心霊スポットでいっぱいいっぱいになってるから、なんか田中さんが言ってたんですけど、はい、その呪物ってまあ家に置くじゃないですか、はい、そしたらまあ何か起こるかもしれないってのあるんですけど、いっぱい置いてたらその相殺するって言ってました、ああ打ち消し合うみたいな、あ、確かにそれはあるかもしれないですね、2体やればもう十分なのかな、うん、ただ一個問題なのが、そのいっぱい置くと何かあってもどれのせいなのかが分からん確かに、いや、あとな、やっぱり俺も一人暮らしやから今置けんねんけど、はい、実家の時はやっぱ家族が嫌がってたんで、で、レンタルルーム借りてましたもん、ああ、うん、なるほど、これ用のみたいな、うん、ちょっと家にはなんか置くのはハードル高いなとは思ってますね、まあ、確かにね、家族はそうですよね、はい、いや、ありがとうございます、はい、貴重なコレクションを見せていただいて、やっぱり視聴者さんが送ってきてくれはるんですね、うん、そうなんですよね、もう本当に家に置きたくないという方がやっぱり、あれ撮ってるぞ、ね、あれ撮ってるぞ、私、骨薬どうしました、これ、撮ってんじゃんか、なんかその、なんか、おかしいおかしいおかしい、なんか、ないんですけど、うん、いや、ちょっと動かへんの体が
始まり。やったらもうすぐ取り返せる。やっとしたら。はい、ちゃんと戻ってきました。はい。いやー、すいません、ありがとうございました。なんか本当バラエティに飛んでましたね。本当にいろんな面白い。呪物、うん、呪物もそうやし、はい、やっぱ体験がね、前回のそうですね、まだまだ行ってるんですか。あ、もちろん行ってます。最近も何県、他の県とかに行きましたよ。宮城とか福島とか。あのね、僕聞きたいんですけど、そのまあいろんなとこ心霊スポット行くじゃないですか。あれ、なんか要はこれは用意しといた方がいいよみたいな、なんかあります？用意、熊よけとか。あ、熊よけは絶対持ってった方がいい。やっぱり絶対持ってた方がいい。ほらほら、そうなんですよ。俺だって熊来たらもうあれやもん、通信教育の空手。通信教育、国宝でしたっけ。国宝そんなのがあるんですか。すごっ。無理無理無理、もうそのまま。こう来たところをこう止められるだけ。え、もうマップ出すの。マップ出す、マップ出す。本当に熊よけを持ってった方が良くて、うん、っていうのもそれはあの熊に対してもそうですし、うん、あの、うん、そういう心霊スポットにいる方って、うん、結構危ない方だったり怪しい方が、うん、あ、まあそもそもね、そうなんです、事件性があるようなんですね。そうです、そうです。言うと他の人ってこと。あ、そうです、自分たち以外の心霊スポットに来てる人、はいはい、例えば、まあ、その場所がデートスポット兼心霊スポットだったらまだ、うん、あの、ああ、2人がデートしてるんだななんて分かるんですけど、うん、はいはい、それこそ本当山奥の中 に、うん、例えば1人しか男の人いなかったりしたらちょっと怖くないですか。まあ、怖いです。ああ、怖いですよね。そうなんですよ。なんで、うん、そういう時に熊よけを持っておけば、まあ、先制攻撃じゃないですけど、まあ、なんかあと誤信にあるんですよね。そうです、そうです。俺熊よけってよく分かってないんだけど、はい、スプレーかけるってこと。あ、そう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 、そうです、そうです。こう虫よけでバーっとかけるんじゃない。自分にかけたら死んでしまう。やばいですよ。やばいんですよ、まあ、自分にかけたらやばいです。じゃあ熊が現れた時にシューシューってできるんです。なるほど、誤信にもなるっていうのでもいいですよね。そうなんです。なるほど、確かに誤信で思い出した。あの、この前田中さんとね、まあ、ちょっとまだ動画は上がったんですけど、はい、まあ、心霊スポット行ったと。で、なんかその、あの、ちょっと悪い、まあ、ものがあってですね、その封印を解く儀式みたいなのがあって、はい、それをやったんですよ。で、やって戻っていくっていうやつで、で、戻った時に、あれ、多分10代ですよね。なんか10代後半ぐらいの若者のカップル2人が来て、はい、で、ちょっとヤンキーっぽくて。怖い。で、その男の子が、なんか、え、ここなんかあるんすかみたいな。わ、で、女の子はもうちょっと怖いから帰ろうよ、みたいな言って。で、男がここなんかあるんですかってこう田中さんに言ったら、田中さんがめっちゃ真顔で封印解いたんでって言ったんですよ。うわーって、もう女の子キャーって出たよ。そりゃそうだ、うわーって帰ろうって言って。それ帰るやん、引いてたらよ。あれ10代の頃やで。そう、40過ぎのおっさんが封印解いたんで、封印解いたんで、怖ーって。怖い怖い、帰っていったもんね、ほんまに。ほんま帰ったよ、うん、車で。そうですよね。だって10代のね、後半一番生きりたいですよ、うん、彼女もおるし、うん、もうおらーって行くぞ全然って言ってたから帰ったからね、うん、俺もある程度かましたからね。その時のちょっとやってください。封印といたんだよ。怖っ。封印といたんだよ。気持ち悪い。これを山奥でやられるんですよ。怖っ。めっちゃ怖い。だからそういうのがいたら熊よけのやつ。俺もヤンキーに負けられんもんで。いや、勝ってた勝ってた勝ってた。十分すごいですね。やっぱ熊よけはやっぱいるよ。いりますね。あと何かあります。あの、私たちは私はなんですけど、はい、帰ってきた時に買います、なんならそれを。っていうのも、うん、あの、温かい飲み物が必要というか、あの、うん、なんですよね。どんな暑い時でも、はい、めっちゃ寒い日ほうほうっていうのは、うん、理由がありまして、はい、もう例えば連れてきちゃったとするじゃないですか、うん、幽霊さんが、うん、その時にその温かい飲み物を飲んだり、そのコンビニに立ち寄ることで下ろして帰れると、うん、そういうことなんですね。なるほど。で、温かい飲み物を飲むのはあなたは亡くなってるから飲み物を飲めない、私は生きてるから飲み物は飲めるんだよっていう、その差別化じゃないですけど、そういうのを、表すことができる、知らしめると。あなたと私は違うんですよっていう、そう、あなた助けられないよっていうのをこう伝えるためにも行為なんですよね。はあ、そんなんあるんや。そうなんです、私も教えてもらいました。いい、ね、じゃあもう田中さん、金に冷えた麦茶持っていきましょう。で、僕はあったかいの持っていく。で、持っていくんかい、家から。家から買うじゃん。でやね、キンキンに、あの、コンビニ売ってたから、もう凍ったやつか。凍ったやつ持って行って。
ほんまに。もう氷の状態のやつ、ね。氷の状態で行こう。もう寒くなってきてるしや。うん、やっぱ熊よけはいるで、田中さん。熊よけも必要です。本当熊よけと、まあ、塩って正直そんなに効果ないのかなとは思います。ああ、まあまあ、よう言いますけどね、うん、塩ってね、いろんな意味がね、そうなんですよね。まあ、多分だから神道の禊から来てるんやろなと思うんですけどね。うん、なるほど。そのまあ海に入ってっていうところから多分おそらく、はい、まあ今も海に入られへんね、めんどくさいし、はい、あれやからって、ね、多分それで固形になってると思う。だって稲川さんなんかあの何相撲取りのあの、うん、だから景気をこう、はい、盛り上げるためのもんやって、はい、うんね、逆というか、うん、なるほど。まあ、でも盛り上げるもんやったらなんか払いもできそうやね。まあね、木で払うみたいな感じなんですかね、その塩の木みたいなので。でもほんまにあの口に物を入れるっていうのはいいって聞きますよね。いいって言います。ただ心霊スポットで食べ物を口にしちゃいけないっていう話もありますよね。そうなんです。取り込んじゃうんですよ、結局、はい、ああなるほど、一緒に行っちゃうってことや。そうです、そうです。だからもう合法的というか絶対的に私たちはそこで何かを食べたりすると飲み込んじゃう、入り込んじゃうということで、はい、あんまり良くないです。じゃあキンキンに冷えた麦茶とおにぎり持っていこう。それはピクニックですか。で、心霊スポットで心霊スポットで食べる、食べ、取り込む、取り込む、キンキンに冷えたので流し込んで、流し込んで、うん、もう寒くなってきてんのに、寒くなってきてんので、熊よけを自分で、自分にかける。うわぁ、やばい、どうなの、もう出る出るね、出る、出るんだ、逆に出る、入る、それで出すね。それじゃええよ。出るね。亀井さん、あの熊よけは絶対人に使ったらダメですから。言ってきますね。本当にやばいんですよ。絶対ダメですからね。やばいですよ。あと実際体験したんですよ、私。熊よけを。どういうこと？廃墟に私たちも行ったんですね。はいはい、で何か音が聞こえる部屋がありまして、はい、熊よけをベーってやったんです。はい、そしたら結局何もなかったんです。音も聞こえなくなったし、多分その効果が効いたんだと思うんですけど、はいはいはい、でもなんか気になるじゃないですか。入るじゃないですか。そしたら何もないんですよ、うん、でもなんかだんだん苦しくなってくるんですね、うん、私そこで気づいて、その部屋ってもちろん窓開いてるけど風がないから、そこにその大量してそうです、抹茶ってて、熊よけの粉というか、はいはい、唐辛子が、はい、でそれもう3人死にました、もう、 うーん3人死にます。唐辛子なんや。そうです。あ、そう、きっとそれでなんか本当に怪我とかじゃないけど、うわって痛っみたいな、まあ、やばいんでしょうね。30分ぐらい結構やばかったです。うーわ、本当に気をつけた方がいい。人にはやっぱ持っていかなあかんよ。うん、もう気をつけてください。やっぱ樹海とかもね、クマおるしね。そうや、唐辛子持っていくわ。俺唐辛子を今唐辛子投げんねんそれポトってなるだけ、クマの食べへんからこうやってこの手なんな、手どうすんのそれ。真っ赤や、真っ赤や、こんなこんなにしてこう、あできるんですか、こんなこんなにして、はい、後ろ回って目にバッてかって、いやいやいや、のあ、それだから僕がもし熊と会ったら田中さんの後ろに、田中さんにやって僕逃げるから俺がうわーって言うね、ガブーっていかない、やーね、殺されてるよ。めっちゃ接近戦。一か八か。一か八かですね。いや、ほんますみません、ありがとうございました。とんでもないです。ぜひね、心霊スポット行くときは持ってってください。いや、ちょっと、そうですね、うん、気をつけます。熊よけを買おう。熊よけ本も買いましょうね。うん、はい、では、ということで本日も、はい、オカルトコレクター田中俊樹と、下駄花男と、米原氏でした。ありがとうございました。ありがとうございました。